したにもかかわらず、それを公表しないで、10ヶ月ぐらい、隠した、そういった疑惑があります。現在はこれを改善するためにどんな努力を注いでいるんでしょうか。はい、非常にご心配をおかけしたと思います。で、今はその反省も踏まえてですね、分析したデータというのは全て、ホームページで公開するという全データ公開と呼んでますけれども、今は8万件9万件ぐらい毎日データをですね、まあ間違い年間そのぐらいの分析データというのは出ますけれども、こういったデータというのは公表をしております。東京전력은2013년부터방사능오염수를정화하기시작했습니다。오염수에서핵물질을제거하기위해프랑스에서알프스라는장비를도입했습니다。도쿄전력은알프스로삼중수소와탄소14를제외한62종의핵물질을기준치이하로정화할수있다고주장해왔습니다。그런데알프스설비로정화한오염수의 71% 가핵물질허용기준치를초과한사실이드러났습니다。기준치에만족してない水というのが7割ぐらい溜まってます。初期トラブルでその中には取れてない水も含まれますけれども、初期トラブルの水、あとは量を優先して浄化をしたために、まあ、性能を 100% 発揮してきてない水、こういったものがまだタンクに溜まっているということになります。まずそのトリチウム以外のものはちゃんとアルプスで取ってましたという最初に嘘を言ってたわけですね。で、まあバレたらこれから取りますという話になりまして、我々はそのトリチウムであっても、海へ流しちゃいけないと思ってるわけですけど、そういう主張をしてますけれども、それ以外の各種も、まあ、黙ってたらそのまま海へ流すとこだったわけですね。そういうある種の建前と実態が、こう乖離してるという問題があります。원전에서발생하는방사능오염수는하루에약180톤지금까지약125만톤의오염수가쌓였습니다。일본정부는이오염수를처리하기위해전문가소위원회를구성했습니다。후쿠시마대학코야마리오타교수도전문가소위원회위원이었습니다。코야마교수를어렵게만났습니다。まあいわゆる汚染水がどんどん溜まってっちゃうっていうのが、まあ、2012年13年が問題になりまして、まあ、国の方でもそのタスクフォースですね、汚染水のタスクフォースっていうのを、まあ、2013、14、15と作ったんですね。で、まあ、地下に埋めたらいいのか、大気に放出したらいいのか、海洋放出、水素、まあ、いろんな方法を検討したんですけど、一応5つの方法を2016年にその技術者の集団が考えたわけですよ。위원회가검토한5가지방안중에서일본정부는오염수처리비용이가장저렴한해양방출을선택했습니다。経済的にもそれが一番低コストっていう論理も採用したんですかね。まあそういう説明はしてませんけど、例えば、大気放出、水蒸気、地下埋設、タンク貯蔵とかいろいろトリチウム分離とか考えたときに、一番コスト安いのは確かに海洋放出です。金額的に言うと他のはやっぱりすごくコストは高い。일본정부는허용기준치를초과하는오염수는재정화하고알프스로정화할수없는삼중수소와탄소14는물에희석시켜방류하겠다고밝혔습니다。다른나라들도삼중그러면서원전을운영하는국가라면삼중수소를방출하지않느냐고물타기식주장을했습니다。중국한국타이완을含む世界中の原子力施設においても国際基準に基づいた各国の規制基準に沿ってトリチウムを含む液体廃棄物を放出をしており、월성원전에서나오는삼중수소도문제가아닌게아니에요。문제죠。그러니까가동을멈추라고주장을하고있는거고요。그런데기본적으로사고가난원전에서나온방사성물질과통상안전사고없이가동되는원전에서나오는방사성물질을양적으로비교하는것은과학적으로불가능해요。
지금 오염수에 들어있는 스트론튬 양과 비교했을 때 고리 1호기를 5만 년 돌려야 나오는 스트론튬의 양이 지금 후쿠시마 오염수 안에 있어요. 그러니까 그것을 데이터로 분석하면 사실 뭐 일본 정부의 말을 쉽게 반박할 수 있어요. 일본 정부는 귀여운 이미지의 삼중수소 캐릭터를 만들어 마치 안전한 것인 양 홍보했습니다. 하지만 삼중수소는 다른 핵물질에 비해 방사능이 약한 편이지만 인체에 쌓일 경우 건강에 악영향을 줄 수 있는 위험한 물질입니다. 삼중수소의 위험성을 왜곡하는 게 아니냐는 비판이 거세지자 일본 정부는 이 캐릭터를 폐기했습니다. 그럼 무조건 친근하게 그리고 그것을 안전하게 또는 전혀 경계감 없이 이러한 부분은 굉장히 잘못된 부분이죠. 안전에 대한 검증이 아닌 안전에 대한 동의를 유도하는 사실 이것은 우리가 뭐냐면 왜곡이 될 수 있는 거거든요.